陰住は、江戸川乱歩の表した、推理中編小説である。探偵小説家の寒川は、上野の定室博物館で、実業家、小山田六郎の妻で、寒川の探偵小説の愛読者だという小山田、静子と偶然知り合った。静子は、寒川に、自分がかつて捨てた男である、謎の探偵作家、大江春霊こと、平田一郎に脅迫されていると語る。 静子への下心と作風の異なる春霊への興味から、寒川は春霊を追うことになるが、行方をつかめぬうちに、春霊の脅迫通り、静子の夫、六郎が死体で発見される。しかし、そこには思いもよらない真相があった。博文館の雑誌、新青年昭和3年の8月増刊号、9月号、10月号に3回に分けて連載された。連載長編。 一寸防止に自己嫌悪を覚えた乱歩は一旦断筆して放浪の旅に出かけた。そして14ヶ月の後に執筆されたのがこの陰住であった。当時新青年の編集長であった横溝正子の宣伝もあって乱歩は花々しい復活を遂げることとなった。この作品に登場する二人の探偵作家のうち、寒川は甲賀三郎、大江春霊は 乱歩自身をモデルにしている。また、春霊の著作として、セルフパロディとして、乱歩の著作をもとにした小説名が作中に複数登場している。題名の陰獣は、乱歩によれば、猫のような大人しくて陰気だけれど、どこやらに秘密的な怖さ不気味さを持っている、けだもののい。しかし、作品発表直後から、陰獣と誤解。 混同されてセクシュアルな意味で受け取られることが多く、変態的な犯罪が発生するたびに、新聞記事などで、しばしば、陰住という見出しが用いられるようになったため、乱歩は、私はそれを見るたびに、実に嫌な思いをしたものだと不快の念を示している。1987年刊行の春陽文庫、江戸川乱歩文庫版の発行部数は、 新版の発売までに22冊9万5000部。昭和2年正月に横溝正氏は神戸で結婚したが、その間に森下宇村は自宅のある小石川小日向大町に横溝のための借家を用意していた。当時小日向町には、信原県松野和夫、平林初之助らがいて、宇村を中心に新青年グループを形成しており、横溝は、 小日向大町に住むことによって、はっきりと、宇嘘三家に編入されたという。博文館に入社して3月ほどのうちに、横溝は、博文館で人事の大改革を聞かされた。編集局長の長谷川天慶が退職し、宇嘘が就任するので、新青年を横溝に一任するから、相棒を物色せよというものだった。この年の暮れに改革は断行され、 農業世界以外の雑誌の編集長は全て首となった。音密裏にこの計画は進められ、横溝はその申し渡しがあった時、博文館が騒然とし、っきだったのを私は今でも覚えていると語っている。しかしこの計画は横槍が入って、長谷川大臣が実現せず、嘘が文芸クラブ編集長として私服せざるを得ないこととなって挫折した。 こうなると、新青年を一任された横溝はかねてから目をつけておいた渡辺厚子を引っ張り込んだものの、主力作家としての頼みの綱は乱歩ただ一人となった。ところが、当時乱歩は夫人に下宿屋をやらせながら、鎖に鎖り切っていた時だった。それというのも、乱歩は新青年が横溝のモダン主義によって、旧来の味の探偵小説を追い出してしまい、自分は、 もう、新青年に顔出しできないと考えていたのである。乱歩はたびたび横溝に、今の新青年みたいなモダンな雑誌に、僕みたいな作家は不向きだろうとの言葉を、被害妄想気味に聞かせていたという。横溝によると、当時乱歩は、創つ気味だったそうで、これは、思いもよらぬ話だった。が、ちょうどその頃、横溝は、ファーガス、ヒュームの探偵小説、 二輪馬車の秘密を特命で黒岩類工風に翻訳し新青年6月増大号に掲載していた当時博文館では普通号では編集者がいくら書いても原稿量は出なかったが増刊や増大号なら原稿量が出たのである横溝はそこは同行の詩だけに乱歩はすぐにそれが私であることを看破したに違いないということですぐに乱歩はこの 二輪馬車の秘密の薬筆についての長文の批評を手紙で送ってきた。横溝のやつ、嫌にもだんがっていると思ったら、まだ、こういう趣味も持っているのかと気をよくしたと見た横溝は、下宿や緑館を経営していた乱歩の家に、読み切りの執筆依頼を持ち込んでいった。破格の原稿依頼横溝は乱歩に、増刊用に100枚ほどの原稿を頼み、原稿料として1枚、 8円を提示した。パノラマ島北端当時の乱歩の原稿料は1枚4円であり、この倍額の提示に乱歩も驚いた風で森下の名を出したが、横溝は新青年は僕が任されているからと保証した。当時、新青年の編集費は原稿、画料をひっくるめて2000円だったが、増刊、増大号はページ数も多いので1000円上積みされた。 横溝は、乱歩数とに800円払っても残り1200円で、何とかまかなってみせる自信があったので、この破格の条件を提示したのである。乱歩は納得したようだったが、確たる返事は得られなかった。昭和3年5月の7日頃の話だという。6月号増館の発行日は7月20日だったが、随筆や評論以外すべて翻訳という、編集内容は、 横溝から見てあまりにも貧弱だった。改めて乱歩に手紙で懇願した横溝は6月末に再び乱歩宅を訪ねた。すると乱歩は5、60枚の原稿を見せててくれた。その原稿には覚書きとして短冊型に切った原稿用紙がまるで見てぐらのようにあちこちにいっぱいひらひら貼り付けてあったという。乱歩によるとそれは改造からの依頼で書いたものの、 200枚近く書きたいが、改造が難色を示し、枚数で折り合いがつかない小説だと言い,い、新青年に回してもいいというのだった。乱歩からその内容を聞かされた横溝は大いに乗り気となり、僕が大々的に宣伝しますからと、新青年での発表を持ちかけた。原稿料についても前回提示を再び約束した。ただ、 一枚八円で二百枚となると原稿料は千六百円。これを乱歩カズトに持っていかれては、新青年は破産必至ということで、ここだけは守る気はなかったという。横溝は、ここが乱歩絹と静止たぬきのばかし合いと実戒している。この小説は、当初あまりにも平凡な題名だったため、夏の増刊の呼び物にしたかった横溝は、宣伝の使用がおまえん。 なんかもっと凄みがあって、色気のある台に変えてくださいよと交渉し、気もほぐれてきた乱歩は、陰獣とこれを改めた。横溝によると、乱歩という作家は筆を取るまでが大変なのだが、一旦筆を取るとそれほどの地質化ではなかったとのことで、間もなく総ページ数175枚の陰獣原稿が出来上がった。横溝はその内容を読んで、トリックも犯人も知っているはずながら、 そこに漂う、踊る踊る式容器に打たれて、大きな興奮に包まれ、森下宇村も、乱歩くんも大した自信だねえと、共嘆していたという。原稿が完成し、乱歩が博文館へ、原稿料を取りに来たので、横溝は175枚に8円をかけた金額の払い出しを経理へ請求したところ、長谷川編集局長が、雨村おそばに、横溝を呼び出し、 原稿料が高すぎる、せめて6円くらいに負けてもらえと要求してきた。応接室で乱歩にこれを伝えると乱歩は高田の馬場の下宿の拡張に金がかかるからと不承服だった。横溝は再度編集局長に掛け合い、これを通した。横溝はこの小説が新青年にとっていかに価値のあるものかであるかを力説し、とうとう二人を承服せしめたのだから、 陰住を得て私がいかに生き健康だったか、思い半ばに過ぎるであろうとこの時の様子を語っている。横溝は、乱歩が当初、改造のため5、60枚ものを書き出したものの、ああしたい、こうしたいと思い始め、改造より、新青年の方がいいのではないかと気がついたのだろうとし、改造ではああもねちっこく書けなかったのではないか。仮に、あの通りのものが書けて発表したとしても、舞台が、 改造だったら、ああも、騒然たる話題を巻き起こしはしなかったのではないかと語っている。反響本作は、夏の増刊と、続けて9月号、10月増大号と3回にわたって、分裁されたが、これは横溝が乱歩に、無断でいったことだった。これは、原稿料の問題もあったにはあったが、作者が希望するように一気に読ませるより、3回くらいに、 読んでもらった方が作品としても、より効果的ではないかとの横溝の狙いがあった。乱歩から一度も、このことで抗議はなく、乱歩もそれを認めてくれたのであろうと、横溝は自身、当時私の編集者としての感は冴えていたと見えると、この判断について自負している。果たして、新青年増刊にこの、臨重が掲載されるや、騒然たる話題を読んだ。乱歩は、 横溝の提灯記事が良かったからだと横溝にしきりに感謝しているが、横溝はその大宣伝を私の興奮がそのまま筆に乗り移ったのであろうとし、こういうのを作家と記者とのあうんの呼吸がぴったりあったとでも言うのだろう。私の雑誌記者生活は短かったけれど、その後も絶えず、ジャーナリズムと接触を保ってきた身である。 わずか175枚の長さの小説で、あれほど騒がれた小説の例は後にも先にも私は知らないと語っている。陰住完結編が載った新青年10月増大号は飛ぶように売れ、陰住のために前代未聞の雑誌再販を行っている。それでも番が足りず、少数ながら3版まで発行されている。この時期、尊の改革が成功し、横溝は、 文芸クラブの編集長に移動していたため、この再版は新しく新青年に入ったノブバラ県によるものだった。横溝はパノラマ島北端と印住島乱歩文学の両巨法であると信じて疑わないとし、その作家の持っている最高のものを描き出してこそ雑誌記者の本会であろう。私は、 パノラマ島北端と印獣で二度も雑誌記者冥利に尽きる思いを味合わせてもらったのである、と本作を振り返っている。発表当初、甲賀三郎や平林初之助、井上義雄などから恋にぼかした形の結末が打足であるという批判を受けたため、乱歩はザクロに本作を再録した際、結末をはっきりさせる形に書き改めた。しかし、 鏡地獄への再録因後は発表当初の形に戻されている。原作には明智小五郎は出ないが映像化にあたり彼が登場する場合がある。ありがとうございます。